ああ、家がどんどん破壊されていく。いたずらカラスのスーパーウニクニ。はい、ということでですね、今日はカラスが欲深いってお話をしたいと思います。哀れもののカラスが実はこんなに可愛いってことをお伝えしたいと思っています。街に出るとすぐに見つけることのできるカラスさんですが、みんなから嫌われてるんですよね。あなたはカラスが好きですか、それとも嫌いですか？私はウニウニをお迎えする前は実はね、結構普通だったんですよ。鳥さんは好きだし、カラスに対してもそんなに嫌いっていうイメージはなかったんですけど、ハトもいるし、そんなにねカラスを飼おうっていう気持ちにはなってなかったですね。ところがカラスをお迎えすると本当に可愛いことに気がついたんです。これはね、皆様に知っていただかないともったいないと思ってこの動画を作ってみました。皆様最後までぜひご覧くださいね。この動画をご覧いただくと、カラスの知られざる可愛いポイントやカラスの飼い主として私が相当苦労していることをお伝えできたらなと思っています。なかなかカラスと暮らしている人は少ないと思うので、面白動物に興味のある方、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。コメントも大歓迎です。さあ、ではこの辺からカラスが実は結構欲張りなんだってお話をしたいと思います。カラスと一緒に暮らしていると、そんな欲張りなところもとっても可愛く見えてきます。この前コンビニで小さなバームクーヘンを買ったんです。人間の食べ物はあまりカラスは良くないんですけども、でもカラスって結構ゴミ漁って何でも食べるので、まあ、ちょっとだけお裾分けしてあげようと思って、ほんの一つまみ分バームクーヘンをちぎりました。右手に一つまみ分のバームクーヘンと、左手に僕が食べるように持っていた、まあ、でっかいブロックのバームクーヘンがあります。結果、僕が食べれたのは一つまみ分のバームクーヘンだけでした。微笑ましく一つまみ分のバームクーヘンをちょびっと食べるウニウニではなくて、ガブッといかれましてですね、大きなバームクーヘンを速攻で水入れに水につけてですね、もう大切に自分で食べようとしているので、僕は取り返したんですけども、もう水に浸かったバームクーヘンは食べれません。僕のバームクーヘンが食べれなくなってしまいました。悲しいです。僕がまたバームクーヘンを買えるようにチャンネル登録をしてご協力お願いします。ちょっとゆっくりしてきゃ。ということでですね、まあ賢いからなのか、やっぱりですね、ご飯を隠したり貯めたり、思ってる以上にカラスが欲張りだなって思いました。あと個人的にめちゃめちゃ可愛いと思ったのが、口の中にパンパンにご飯を詰めて自分の家に持って帰って食べることですね。それがめちゃめちゃ可愛いんですよ。その映像がこちら。ご飯ですね。ちょっとなんで欲張りすぎん、欲張りすぎ、何これ、どうするのそれ。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうね、映像を編集しながらめっちゃちょっとにんまりしてしまってね、本当に可愛かったんですけど、いろいろカラスって可愛いところがたくさんあります。そんな可愛いところをシリーズにしてですね、可愛いなと思ったポイントをちょっとずつ動画で紹介していきたいと思っています。それでは皆さん、チャンネル登録と高評価、コメント欄にもよろしくね。また来てね。かかれ。ちょっとゆっくりしてきゃ。明日へと、ポッポッポめくちなひね。